でもちょっと変な人多いし、面白いで面白い意味で変な人も多いし、まあ、多分自分も含めて、だからそういう、まあ、変な人パワーというかね、ユニークな人たちのエネルギーがとにかく強い場所だと思うから、みんな作ってる人も勝手にやってんのね、勝手にパーティーやって勝手に遊んで勝手に音楽作って、その結果がなんか大阪の文化な気がするな。ここは大阪の天満橋って言われるところ でこの先にコンピファンクっていうお店があって、まあ、そこにはよく遊びにも行くし、大阪の文化のだいぶ重要なポイントではあるなと思いますね。This is コンピファンク。こんにちは。なんさ。恥ずかしい。今日すみません、急に。よろしくお願いします。青木くんと喋るときどう喋ったらいいかな、敬語の方がいいかな。やめてよ、そうだ。普段通りがいい。当たり前ですよ、普段通りでお願いします。ここがコンピファンクで、まあ、僕たちの遊び場です。で、ここはレコードショップ、オーナーのナオさんのレコードがいっぱいあって、でこっちにもまた別の友達のレコードカッティングのオフィスもあります。あとナオさんのスタジオもあって、それもぜひ見せてもらいたいなと思うんですけど、いいですか？すごいセットアップ。わお。わお。わあ。これまだアンリリース。初めはレコード屋と1996年はレコード屋ずっとやってて、で、まあ、途中でその借りてたテナントのスペースが空いたんで、まあ、ちょっとしたバーと。でもこのダブプレートもあって、レコードショップもあって、スタジオもあって、バーもあって、フロアもあっ て、ね、なかなかこんな場所ないですよね。あんまり知らん、全然あんまり知らんっていうか見たことない。 There is a rooftop and amazing view.音楽を作るインスピレーションは、まあもう本当にあんまりこう限定されず、多分もう食べるものから、もう会う人から、街から、もう全部からインスピレーションを得てると思うけれども、まあ自分の周りにいる友達たちと、クラブではない場所、クラブも含めて、できるだけテクノ、ダンスミュージックをプレイする機会を作って。こんばんは。最初のオープニングパーティーどんな感じだったか教えてほしい。でもあの時何人来たっけ。いや、カウントしてないけど、めちゃくちゃ来ました。もう溢れて、ガードマン2人用意しててよかったな。あ、ガードマン用意してました。ここに DJ ブースを作って、もうここみんなもう踊りまくって、うん、ね、何のパーティーなんだ。何のパーティーなんだ。でも通る人もこう気になって勝手に入っちゃったり、うん、テクノって普段から接する人って少ないじゃないですか。ほんまに好きな人じゃないと。でもそれの間口を広げれるのは、こういうパブリックな店とかっていうのとクロスオーバーさせたら絶対増えると思うし、うん、そうね、無意識にこう、そうですね、日頃聞いてしまうというか、そういう流れでこうどんどん広がっていったら面白いなと思って考えてます、ね、でも確実に広がってるね。そうですね、みんなピザ食べながらね、はい、踊ってて楽しかったね、うん。もちろんこの心斎橋の中心がアメリカ村って言われてるところも、いつも何か起きてるし、ファッションとかいろんな文化の場所で、サーカスとかクラブもすぐそこにあるし、サーカスは自分たちのホームですね。もういつもみんなが、仲間が集う遊びの場。私オープンからいたんで、ちょうど6年。一般的にはそのお店の人からしたら、どういうタイプのお客さんがサーカスは多いんやろう、うん、イベントによって行くみたいな感じ、うん、もうそれめがけてくるみたいな。テクノやったらテクノ、うん、テクノのお客さんどんな感じ。めっちゃ飲むし、めっちゃ踊るし、元気ですね。働いてるのはお客さんと同じぐらい
テンションで働いてるし楽しいですめっちゃ。確かにいつもどおり。これでいいのか悪いのか分かんないんですけど。めっちゃいいです。めっちゃいいです。ミニマルテクノもテクノもずっとループやけれどもちょっとずつ変化しながらでずっとエキサイティングでずっと疾走感があってぐるぐる回ってるだけやけど絶対に飽きない。ここはインフィニティサーキットカート場です。時々音楽に煮詰まった時とかここでちょっとこう走らせてもらってインスピレーションを得たりしてます。I'm too skinny so I have to cover this spotto fit the seat. カートが好きなのはエキサイティングな状況でも冷静さを保たないといけない。それが DJ とかライブにも近くてもうこうみんなうわーって盛り上がっちゃう自分もうわーって盛り上がっちゃうような音楽でなるべく落ち着いてこう過去とか未来とか考えず今に集中しながら体幹を使って反射的に体を動かしていくっていうかね、あんまりこう思考を使わない。今は大阪から京都に向かっております。やっぱ街としてはこう全然違う特徴があると思います。京都はやっぱ歴史を守る街っていうのもあってこう新しさもあるけれどもこう古さをずっと維持しているところもあるからキャラクターとしては全然違う街だなと思いますね。でも京都は住む場所としてはもうさ最高ですね。もう空も広いし自然も街に溢れてるし芸術もすごいレベル高いしやっぱそういうアンダーグラウンドな表現方法をやっぱ楽しめる場所っていうのは芸術にとってものすごい重要だなと思うからワイ・ギヨンも、まあ、外もそういう場所の一つではないかなと思う、うん、外は、空間現代っていうバンドがやってるベニューなんですけど、うん、彼らの基本は普段は平日は練習スタジオで、で、まあ、週末にそういう DJ イベントとかライブイベントをやってるスペースです、うん、じゃあちょっとここ中見してもらっていいですか。どうぞお願いします。バーカウントですね。でこっちが会場、ね、はい、こっちがライブですね。このサイズで音もしっかりちゃんと出してやるっていう場所意外と京都だとあんまなかったりするんで確かにそういう意味でいいなんか実験の場になってるのかなっていう、うん、お邪魔します。いい楽屋そうそう青木さんの過去のインタビューとか。いやもうやめてください。恥ずかしい。Me long time ago with 辻彦のりこ。やっぱ拠点としては素晴らしい場所よね。うん、コスト的にもね。そうですね。自分たちもそういう変な音楽というかちょっと面白い音楽に若い頃に触れる機会とかあったりしたじゃないですか。そういう場所で僕としてはそういう。イベントとかそういう企画みたいなのでできたらいいなっていうのは個人的にあってそれこ そのさっきも言ったように大学とか近いじゃないですか。そういう子たちが来てくれて何かね道を踏み外すきっかけになったらいいなっていうのがちょっと思いますね。今は祇園にまた来ました。これから Y 祇園っていうところに行きます。新しい場所で僕もまだ1回しか行ったことないんだけれど。こんばんは。早速ですが、はい、ちょっと村瀬くんの作品をぜひ見せてもらっていいですか。あ、ごめんなさい。これはここにももう常設というかこれは今日だけど今日というか今回の期間中だけ。そうです。展示の期間中だけです。わあ素晴らしい。なんかこう秘密のプラント交渉みたいな。本当今まで結構5つとか6つとかで展示とかされてたんで、まあ、こんだけ。集まるのは初めてだと思います。初めて。まあレンタルスペースなんですけどやっぱりレンタルスペースって待って借りしてくださいじゃないと動きがない仕事なんで、うん、まあそれでは面白くないんでどうせねこういういいスペースを作らせてもらえたんで、うん、
まあ、自分たちで企画を提案してアーティストさんとか作家さんとかに声かけて共同企画とかで、週末にはこう結構ガンガン音を出させてもらって、まあ音楽イベント的なことをさせてもらってたんで、ちょっと暗くなったけど、新しいその、はい、あのベニューというか会場がまたどんどんお店とかも出来上がってる感じがするんですけど、はい、その今 こちら運営されてる方として、はい、そのまあ、シーン全体というか、うん、そういうのをこうどう感じておられますか、京都のシーンというか。まあ、やっぱ結構京都のシーンってそんなにこうバーンって盛り上がる感じがないんですけど、今ちょっとこう落ちてたところがプッとまた戻ってきてるんで、それをまたずっと面白い場所は残ってやり続けていってほしいなっていうのは、盛り上がってきてるのはなんか感じます、ね、静かですけど、ね、でもそれも京都っぽい、こう静かにこうふつふつと盛り上がってますね。